しんんちゃんはい、えー、この度は、えー、審査不合格おめでとうございいますいやーこれをおめでとうございますと言われることはなかなかないんじゃないですかねあのー、まああの前の動画でも言ったと思うんですけどこれあのいいと思いますよ情報的に日本はこのスクショとかまあちょっとねブログ、うん、まあ動画やるにしてもまあ使えると思うんですけどその 何をやったらどう落ちたのかっていうその情報が価値になるんででじゃあ次のし再審査の時に受かったらじゃあ何を改善したら受かったのかっていうこの何改善したら受かったの的なところの情報がもう価値になってくるんで多分その今その昔と違って YouTube のルールがあー変わってであと厳しくなってるところがあるんででそこをどう 改善でそこの情報っていうのはみんな検索してて同じような悩みを持ってる人たちが多いのでこの情報はねあのお金になるんですよ。お金になるっていうことはどういうことかっていうとまずアクセスを集めることもできるしあとはじゃあ例えば YouTube、えー、データバンクとかね YouTube 情報バイブルとか <laughs> まあその中の一つの、えー、情報コンテンツとしてどういうふうにその審査を今 取ればいいのかとかとねそのコンテンツも有料のコンテンツにも,そもい,いけるしっていう話でだこれはあのしっかりと取っといた方がいいです証拠としてうんなんかどうなったのかっていう、はい、であとはもう一つですねあのこの YouTube に関しては、まあ、あのそのルールが変更になってから YouTube 最強の戦略っていう新しい講義の方を作ったんですけどもこれまた作ります、はい、YouTube に関してはまた作りますんで まあ、それも参考にしていただければいいんじゃないかなと。まあ、審査基準はね、正直、その、Google が決めてるので、何を基準にして決めてるのかっていう、アドコこうで言ってもしょうがないんで、えー、まあ、こうじゃないかっていう、僕の経験上から、こういうふうな、ん、戦略でやれば、まあ、審査に受かりやすいんじゃないかなっていう見解、うん、とか事例とかを踏まえた、新しいですね、YouTube の講義っていうのを作りますんで、まあ、それも参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。これからやる上で。 うん、はいということでまた講義の方を作ってアップしますんで楽しみにしててくださいではまあ、YouTube はですねもうあのまあどんなジャンルでもその YouTube の管理画面に動画をアップロードするとかもう確実にこれから YouTube まあその動画ですよね、まあ、YouTube っていうプラットフォームをに勝るところが多分出てこないと思うんですよ だからその集客の面で言ってもそのまあ広告収入の面であっても YouTube がま王様動画コンテンツの王様をこれを超えられるところが僕出てこないと思うんで,で運営元が世界一の Google ですから、うん、そうだから、まあ、あー YouTube をこうしな使い倒すいろんな方法で使い倒すっていうのは非常にいいと思いますよ。 でこれからまあ知ってるかもしれないですけど 5G にもなりますしもうネット回線のそもそもの,そのネット回線の大物が変わるんで 5G っていう回線になってもう正直まあ今も僕 iPhone で動画撮ってでまあ僕の場合は動画の本数が多かったりするんでパソコンに取り込んででアップロードするとかしてるんですけどメインは。 ただ、出先とかは iPhone からアップロードするんですよ。ただ、この iPhone からアップロードするときに、やっぱちょっと時間がかかるんですよね、iPhone からだと。でもこれ、5G になったら、iPhone からでもバカバカアップロードできたりとか、もう本当にライブも全然止まらないで、4K ライブとかね、なんかそういう時代になってくると思うんで、まあ、これから本当に気軽に動画を撮って、気軽にアップロード。まあ、TikTok も結局動画コンテンツでバーっと,ーっと,ーっと流行りましたけど、まあ、間違いなくまあ動画コンテンツは確実にこれから必要になってくるんで、まあ、頑張っていきましょう。 はい、ということでまた報告をお待ちしております。